様ですえ前回ですね、NISA のデメリットについての動画の方をご覧いただきました。今回はその続きで、じゃあ新兄さんはどうなのかってことなんですよね。いや、実はね、新兄さんも同じで、デメリットは満載なんですよ。で、そもそも NISA とか新民 NISA に反応する人って、投資がまあ下手な人とかね、投資初心者の人ばかりだと思います。まあ、そういう人向けの商品でもありますんで、仕方がないんですけどもね。 でも、投資の初心者とか、投資が下手な人って、デメリットについて、ほとんどご存知ないんですよ。ですんで、デメリットが顕在化した時に、やられたとなるわけですよね。知らねえよ聞いたことないよみたいなね。まあ、しかし、やっぱりね、社会に出て5年も10年も経てば、こういった投資のことに素人であるってことは、あんまり美点ではなくて、まあ、むしろね、 交通法規を知らないまんまその辺歩いてるようなもんなんで簡単に赤信号で引かれちゃいますよってことになります。で、今回文章でまとめてますので、ちょっとこちらの方をね、見ていただいて、まあご自身にね、新 NISA のデメリットがしっかりと刻まれているのかどうか確認していただきたいと思います。えまずね、え新 NISA なんですけども、非課税投資枠が大幅に増えて、投資の自由度が高まった制度です。ですんで、投資をしていただいた利益の 課税をしなくてもいいっていうのは、すごくメリットに移りますよね。まあ、しかしね、まあ、言ってみれば、新 NISA で得られる非課税枠っていうのは、本来、NISA 以外の投資で得られる利益、もちろん税引き後の利益ですよ。これに比べたら、ま、問題にならないくらいちっちゃいんですよ。まあ、ここの見極めができない段階で、ま、新 NISA に入るのも仕方がないなと思いますけども、ある程度新 NISA で投資の経験を積んだらですね、 えー、改めて、本当の投資の世界に入ってきていただければ、えー、もっとね、えー、金銭の自由度ってのは上がると思います。で、新入社のデメリットなんですけども、まずはね、送円期通算ができないってところにあるんですよ。これ、送円期通算って言葉自体でもうねあの、もうやめてくれみたいなことが言う人もいると思いますけども、やっぱり頑張ってこういうね、専門用語を一個一個覚えていかなくてはいけません。えー、新入社 s 口座で発生した損失っていうのは、他の口座の利益と相殺できないんですよ。 そのため損失が出た場合、その損失分を税金で補填する必要があるということになりますね。嫌になっちゃいますよね。<laughs> 次です。投資判断の難しさです。はい。まあ投資なんてのはね、苦手な人がニーサみたいなところに入ってきますんで、まさに投資の素人の方が投資は難しいよっていうのは当たり前なんですけども、だから投資判断ができるように鍛えていく。それが経験になってきます。 経験を積むためには知識をまずは積み増すことが大事になりますんで、今回のこのレポートもね、その一つになっていただければと思いますえ。非課税期間が無制限になったことで、いつ売却するかという判断が逆に難しくなったってことなんですよね。また、投資対象商品も多岐にわたるために、どの商品を選べばいいか迷うでしょう。まあ、つまり、n i s になったかといって別に投資が簡単になったわけじゃないんですよ。その辺を勘違いしてみてくださいね。で、 当然ですけども投資なんで元本割れリスクはあります。投資は元本保証ではありません。そもそも元本が保証された世界なんてのはこの世の中にありませんのでね。どんなことにも失うというリスクはあるわけですよ。場合によっては根こそぎぶんどられるってこともあります。市場の変動によって投資した金額よりも低い金額でしか売却できないリスクがあります。 ま、つまり、ニーサの中で、ドル高の時に買ったドル高の債券っていうのは、今、ドルが値崩れしてますから、もしかしたらすでにね、当てにした、NISA が値崩れして、え、含み損を抱えてらっしゃる方もいると思います。だそういうのを購入前とか、ニーサに参加する前に認識してますかってことなんですよね。まあ、これも、投資の経験の前の知識に類するところですね。はい、次。短期的な投資になりやすいということなんですよ。そうなんですよ。結局ね、ニーサって、 投資でも何でもないんですよ。ただ非課税枠がありますよっていうことだけなんですよね。まあ、そう考えていくと、いろんな規制にがんじがらめなニーサよりも、自由に FX などの投資をした方が、実はね、儲かりやすいってこと、なかなか今の段階で分わかんないと思いますけども、結論としてはそこに来るんですよ。はい。で、非課税期間が無制限になったことによって、短期的な売買を繰り返してしまう可能性はすごくあります。 長期的な視点で投資を行うことが大事なんですけども、どうせ短期をやるんだったら、FX で日々ね、2万3万と稼いだ方が現実的なような気がするんですけどもね。えー、その他の注意点ですけども、講座解説は18歳以上じゃないとできません。新ニーサ講座を解説できるのは、講座解説を行う年の1月1日の時点で18歳以上の人に限られますね。こういったこともね、ご存知ないままされてる方も多いと思いますけどもね。で、ジュニアニーサからの移行はできません。<laughs> <laughs> まあ、n i っていう言葉なんで、一括りにできるのかなと思ったんですけども、そうではないんですよ。ジュニアニーサーで積み立てた資産は、新ニーサーに移行できません。そもそも、ジュニアニーサーってご存知ないんじゃないですか。まあ、そういったレベルで投資をやるっていうのは、えー、本当にこれから勉強しなくてはいけないなっていうふうに考えた方がいいです。まあ、だからこそニーサーなんですよね。ニーサーから始めて、ニーサーに終わっちゃダメなんですよ。ニーサーに始めて、投資を学び、覚えて、そして技術を身につけたら、 本来ののの投資の世界に入っていいいただくのがよろしいかと思います。まあ、NISA でね、巨万の富を得た人っていうのはあんまりいませんし、もしかしたら、あお国がね、巨万の富を得るのかもしれませんけどね。はい、そして、新 NISA を始める前に、メリットとデメリットを理解した上で、ご自身の投資目標やリスク、許容度に合わせて利用することが重要です。つまり、今ここで2行に書いてますけども、これをね、パラッとしたペーパー1枚にまとめられるぐらいになってから始めても遅くはないってことですよ。 ね、メリットとデメリット、何点、何点ありますもしくは、ご自身の投資目標とか、リスクはどのぐらい共有できるかってこと、明文ができますかねこの辺が曖昧だと投資になりません。単なる博打です。で、長期的な視点で投資を行うってことが大事です。短期的な利益、損得ってのは FX に任しておけばいいです。あくまでもニーサーってのは普段、 投資のことをあんまり考えなくても作業しなくてもいいようにするもんですから長期的な資産形成を目標にしてください。つまりは短くて10年、まあ30年で普通、長くて50年という単位ですよ。その間、ずっと自分の一定のお金が NISA に流れていくってことをね、覚悟しなきゃいけないってことです。で、分散投資です。これも大事ですね。複数の資産に分散投資することでリスクを軽減することができますので NISA1 本でやるんじゃなくてね、 別のカテゴリーの投資もやっぱりやった方がいいかなってところですね。はい。で、専門家への相談ってありますけども、実はね、専門家への相談っていうのはあんまりお勧めしないんですよね。えー、というのが、専門家っていうのは手数料で食べてます。コンサル料で食べてます。ですんで、なるべく長く専門家のところに相談に来ていただきたいっていうのが本音なんですよね。そう考えていくと、本の一冊でも買った方が絶対にコストパフォーマンスはいいです。でも、ほとんどの方が本を読むことができないんですよ。不思議ですよね。 日本語で書いてある本がほとんどの人読めない。最近本読んだ経験ってあります多分ないと思うんですよ、うん。だからね、本を読むことに慣れてない人がそもそも勉強なんてできないんですよ。だから人から聞きたい、人から教わりたいってことになって、高額なコンサル料を払う羽目になるわけですよね。はい、まとめです。新ニーサは非課税枠が大幅に増えたところが魅力的ですけども、デメリットは多く存在します。 ご自身の状況に合わせてメリットとデメリットを比較検討し、賢く利用してください。まあ、積み立て兄さんの本、2、3冊読めるぐらいの読解力がなければ、もっと難しい投資の世界には来ない方がいいということですね。それでは。